さあ皆様、素敵な曲とともにね、ほんのしばらくのんびりいたしましょうかね。さあ、ゆいなちゃんのコーナーですね。よろしくお願いします。お願いします。ラッキーハッピー開運ガイドのゆりなの時間です。風水とは、自分にとってプラスのパワーを感じる力を高めるような方位、間取り、過ごし方って何？どうしたらいいの？という質問に答える環境学です。このコーナーを聞いているうちに、あなたも強運体質になっているかも。いいわね、聞いているだけでなるだなんて、はい、もう聞いてるだけでね、あとは実践していただくだけで。そうですね、はい、先日でやっと3回続いたリビングが終わりました。終わりましたね、無事にね。出ましょう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 リビングでお茶をいただいたりして、そうですね、はい、くつろぐと行きたくなるところありますよね。ありますね。ちょっとよろしいですかって行きたくなりますよね、はい、そう、お手洗いです。そうです、やったー本日はお手洗いについてお話をさせて。大事な場所ですよね。はい、大事なんです。すごく大事です。お手洗いの状態は金運や健康運に影響が出ます。あ、大事大事です。よく小さい頃にお手洗いをピカピカにすると、歌もあったよね。ありましたね、トイレの神様。そうなんです。あれ、なんだかご存知ですか？わかんない。はい、実はですね、風水から来てるの？ちょっと風水からこれはそれるんですけれど、あのお家ができると神様たちが入ってくるんですね、でやはりいろんな神様がいらして、足の速い神様、遅い神様、でやっぱり速い方は早く着きますよね。でやはりあの早い者勝ちなので、早く来た方から自分の好きな場所に、お家の自分の好きな場所に行けるんですね、で一番早く来た神様は、まあ、一応リビング、で最後から2番目の神様は玄関、で一番最後に来た神様はもうお手洗いしか残ってないので、もうお手洗いにもう留まることになりました、さて、足の遅い神様、なぜ足が遅くなってしまったんでしょうか？なぜでしょう？何か御用があったとか、読んどころのないご用事があったとか。間に合わない間に合わない、やばい、それもあるかもしれないです、実はですね、なぜ遅かったか、それは重い荷物を持っていたから。それやもしや、はい、まさかの金銀財宝のなぬたくさん詰まった袋を背負っていたから、重くて早く歩けずに、それで重すぎて一番最後になってしまったんです。でそこがお手洗いだった。そうなんです。かわいい、かわいいですよね。なのでお手洗いをピカピカにしておくと、お金持ちになれるんだよっていうのは、金銀財宝のたくさん詰まった袋をもうひいひい言いながら持ってきてくださった神様の場所。じゃあ、ありがとうありがとうって磨けばいいんだね。そうなんです、感謝を込めて、で綺麗にするとその神様が喜んでくれるので、でより運気が上がるということですね。なるほどね、そんな話があったんだ。そうなんです、いい、いい話ですよね。かわいい。あのお手洗いもあの風水的に言うと五不浄、不浄、そうね、はい、書いたりするよね。そうなんです、呼ばれるくらいなので、まあ、お手洗いに適した方位っていうのはあの実はないんですね。ないんだね、はい、ないんですけど、あの現在のように水洗トイレがなかった時代、昔ですね、日本ではお手洗いはあの離れや、あ、そうだよね、そうなんです、離れを変えてね、そう、で、そう、あの渡り哲也じゃなくで渡り廊下苦しいよ、これでも俺が違う。おい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 、俺教えてないよ、年齢が教えてない、向こうの色に染まらなくていいからね、別のコーナーだから。失礼します。カモンカバーン。もともとは居住空間と区別されて設置されるのが普通だったんですね、
はい、といったところで、あの私のお仕事のちょっとお話を、うん、今日トイレはさらっと終わりそうだわね。そうです ね、まあ、このくらいにちょっとしておきましょうかね。次に行けそうな感じだわ。そうですね、うん、あの風水の要素を取り入れたネイルをデザインさせていただくのが私のお仕事なんですけれども、うんうんうん、あの浄化、今日キーワード出ましたので、うんうん、デトックスに効果の期待できるネイルデザイン、うんうん、ホワイトやパールホワイトをベースにして中指の根元にストーンを置いていただくと浄化とかデトックスに効果的ですね。なるほどね。一ついいですか、質問、はい、鬼門にもしね、はい、お手洗いがある時の対処法などはありますか。はい、まあ、本当に綺麗にお掃除をすることと、うん、あとお手洗いの中のインテリアを白で統一していただいたり、あとマットとスリッパ、あ、なるほど、あ、だったらできるわね。はい、あ、勉強になりました。はい、お願いします。ではゆりなの風水ネイルサロンのホームページは表参道風水ネイルで検索してくださいね。今日も素敵な一日になりますように。安定感安定感が抜群で、もう相変わらず。